どうもこんばんは、かすいすけです。今日は2024年の10月2日の夜ですね。 ええと、ちょっと今日、先ほどなんですけども、メールを、というか、まあ、あの、メッセージをいただきまして、ちょっと質問がありましてですね、まあ、それに対してちょっと今返答してたんですけど、あ、なるほどなと思ったことがあったんで、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。で、ちょっと今日今からちょっと言われることがあるので、もう編集ももう、あの、そぞろにですね、まあ、あの、さっと出そうかなと思ってるんで、まあ、特に台本もなしにちょっと喋りたいことだけ喋ろうかなと思って撮っております。 まあ今あ、私は X を中心にちょっといろんな発言とかをしていてでま,あまあまあですね皆さんにまああの支持の声をいただいているというか。私は まああの応援者なんで、まあ、でも、みんなで一緒に応援していきましょうという、そういう立場で話してるんで、とてもまあ心強く思っているところです。まあ、X に関してはですね、正直、いろいろ攻略とかもあるんですけど、まあ、あのまあ私自身も今、試してる最中だから、あまりまあちょっと無責任な発言はできないんで、なんとも言えないんですけど、まああの一言だけちょっと、の X の攻略、まず最初にちょっとお話しさせていただきたいんですけど、 あの、基本的にはですね、NG ワードとかは使わない方がいいですし、 あの、まあ、特にこの衆院選直前という時期でもありますので、特に意識してほしいのは、あの、お願いしますっていう言葉をなるべく使ってほしいと思います。こうするべきだとか、ああしろとか、あと強い動きはなるべく使わずに、まあ、これもテクニックがあるんですけど、なるべく使わずに、お願いしますという言葉をメインに使っていってほしいかなというところですね。まあ、各意私はですね、あの、駆使していろんな方法でですね、皆さんの心にアプローチしてもらおうかなと思ってはいるんですけど、 まあそれもですね、まあ、やっぱりいろいろテクニックがあるというところで、えー、考えていただきたいんですが、まあ、あまり言葉自信のない方は特にですね、カットなってしまう方とかそういう方は、お願いしますという言葉をベースにあの X 上で発信していただいた方がいいかなと。 あと、いいねとリポストですね、えー、はかなり頻繁に使っていただいて、まあ、特にリポストを大事にしてほしいかなと思っています。いいねも大事なんですけど、リポストの方が大事かなというふうに考えていますので、ちょっとまずそれを一,つ一言、一、え、言、ー、触れておきたいかなと思った次第です。 で、えー、一応本題に入ります。本題なんですけど、まあ、今はですね、あの、もう明らかにアンチの数がもう激増しているのは皆さんももうお分かりかと思います。で、まあ、私のアカウントは、X のアカウントですね。X のアカウントは、もうミュートをかなりしてますんで、多分300人ぐ以上ミュートをしてますから、あの、余計な言葉が入ってこないようになっています。で、えー、ミュートしてるアカウントと、 支持者の方がこう言い争いしてるところとかもまあまあ見受けられるんですけどできる限り無視をしてほしいかなと思っていてですねでもとにかくアンチ系の人と関わらないということをもう一番最初に大事に考えていてほしいかなと思うんですね。 それはなぜかという話を一応しますけども、やっぱり衆院選挙の直前っていうのは、あの選挙期間中前になりますので、やっぱりそこで違反が生じるっていう可能性は結構高いし、そこを上げ足取られてしまって、でそれでまあ支持者同士のこう絆を潰されたりとか、あと候補者を傷つけることになったりとか、まあ、いわゆるそのアンチにその足を引っ張られてしまって、自分がそれで悪さをしてしまうということになりかねないので、まあ、とにかく、 あの、アンチの言葉には耳を貸さないということをですね、あの、ぜひ徹底してほしいかなと思っています。まあ、私はもう300件以上ミュートしてますんで、え、ミュートしたら、あの、自分の言葉も多分その相手に届かないと思うんですよね。表示がされないと思います。まあ、これはちょっとはっきりわからないんですが、相手の言葉は少なくとも自分には入ってこないので、あの、余計なことを考える心配がなくなりますので、とにかくアンチの余計な言葉を聞かないということをぜひ、まあ、一番重要なことだと思って、この選挙期間 中特に過ごしてていいいたただきたいかなと思っていますあの理由は結構あるんですけど一つ言うなれば衆議院選挙を直前にできることまあわですね我々候補者じゃない応援者にできることってもうほとんどないんですよねはっきり言ってで選挙期間中にできることは基本的にはないんですよというところですで我々ができることは基本的にない何をできるかというともうお願いすることしかできない と考えていいたただきたいんで、すよねでよくそのアンチの囁きの中で、まあ私は賛成党に入れたいかどうか迷ってるんですよねっていう、そういう誘惑的な言葉を投げかけてくるんですよね。で、それを見かけたあなたは、ああそうですか、じゃあ賛成党ってこんな素晴らしいんですよっていうふうに、そういうふうに返すと、実はそいつは偽物で、あの、賛成党の支持者っていうのを分かった上で絡め取りに来てるっていうパターンがかなりあると思いますので、それはまあ私も 経験があるでわかるしで,す、ね、でまああの手この手でこう言葉巧みにですねあ,のあなたの熱心な気持ちを奪いにやってきますんでそれを見かけるよりもミュートされた方がもう間違いないいなと思います。まあ、今の既存の政治家、まあ、政治家たちという人たちがいると思うんですけどそういう人は選挙期間中になって頑張っているという情けない状態だと思いますけどこれ皆さんもそれになってる可能性は高いんですよ。 つまりは選挙期間中に我々はできることはあまりないのに選挙期間中に頑張ろうとしてしまってそしてアンチに騙されてしまって党の足を引っ張るということがまあ起きるんですよねだからこれは正直な話もう1年も2年も前から選挙に準備してる人っていうのはいるんですよね、まあ、例えば、まあ、私なんかもう衆議院選挙って絶対にあることですから まあ、例えば私が60歳まで生きてるかというと何十年か経ったら60歳になる。 っていう、まあ時間をたどればそうなんですけど、でもその前に死んでしまったら60歳になることはないんですけど、しかし衆議院選挙は必ず、4年以内には必ずあるという、日本国が亡くならない限り衆院選は必ずあるということで、正直私は衆議院選挙があることを見越して今まで結構動いてきましたんで、だからこうやって、まああの衆議院選直前になって X を始めて、いろんな人に声を届けるっていうのができてるっていうところです。まあこれはもう正直自分のことですから、まあそれを、まああの、事実、 もう準備してましたんで、衆議院選は必ずあるという思いで、2年、まあ、あるいは1年、準備をしてきたつもりですそ。そのために動画をたくさん作ってきましたんで、準備をしてます。だけど、衆議院選挙直前になって選挙に向かってもダメなんですよね。あの間に合わないというところです。 であの選挙直前になって一生懸命応援しようとして熱心になってそしてアンチに騙されてあの足を引っ張るというのはかなり最悪のケースになりますのであのそれじゃないですよということ我々、まあ、支持者ができることは候補者に1票を入れてくださいというお願いをすることぐらいしか基本的にはできないということになりますだからアンチを退治することも難しいですし 候補者をとにかく10人も20人も票を入れさせてやるということは基本的にはできないと思った方がいいです。だからそこを付け狙って、私は参政党に入れようかもどうか迷ってるんですよねっていう形でのこのこ近づいてきたアンチに騙されるということが起きますので、えー、そうではなくて、えー、我々一般の支持者ができることはとにかくお願いします。一票を入れてください。 お願いします。この人の声を聞いてくださいっていうことしかできないんですよね。だから、俺がお前を賛成党の支持者にしてやるみたいなことを考えると、 アンチに騙されるととといいいいうことが起ききまますすので十分注意してたただきたいと思います、まあ、私も偉そうなことを言ってちょっと申し訳ないんですけど、もうすでにそういうケースがもうすでに何件か発生しているみたいで,で、私も直接のメールも、あのー、何個かいただいてますんで、あのー、そうじゃないですよと。我々ができることは何もないですよということを返しています。だから、極端に不安になっても、あのー、我々ができることはないですし、 あの党の本部にトラブルを持って行っても党の本部は喜びませんし。 各支部も、もう本当に天やワんやに、忙しいこと、いろいろやってると思います。人材も足りてないと思います。お金も足りてないと思いますので、そういったところで、ちょっとした自分の、その、なんというか、出来心で、その、何かさして、差し上げたいという、その熱心な気持ちを持つこと自体はいいんですけど、それを過度に信用してしまって、過度に受け止めてしまって、逆に足を引っ張るということが、まあ、起きますよということを、まあ、今のうちにちょっと申し上げておきたいかなと思ったところです。 まこれはですね、まあ、アンチの常等手段でいくつかあるんですけど、例えばその候補者がこう演説をしていますよと、例えばどこかの公民館とかで演説をしてます、で私に1票入れてくださいと言ってたら、こうシーンとした中でいきなり、あなたは人殺しだみたいなことをこう指さして言われたと、変なやつが言ってきたと。 で多分その時シーンととなると思うんですけど実は全部それビデオに撮られていてその候補者が殺人者じゃないかみたいなそういう言いがかりをその場ででっち上げられてしまうんですよねでそのでっち上げた本人はどっか2週間ぐらいその海外かなんかに旅行してしまえばもう多分噂だけが一人歩きするっていう準備が整うんですよねだからその候補者はその人殺しの汚名をその疑念を着せられて でそれを覆すこともなくですね、2週間過ぎてしまって、票が集まらないとか、いうことは起きかねないので、そのぐらいのことはやってくると思いますので、その時に、有権者がうろたえてしまうと、で、何も知らない有権者っていうのは、基本的にそれだけでもう、その人アウトってなってしまう。だから、その選挙を壊すということは、もう本当に、そのぐらいのことで簡単にできてしまうということがありますので、まあ、そうなった時に、もう、 じゃあ、その人たちの,うその濡れ衣を晴らすことができるか、それは難しいと思います。だから、濡れ衣を着せられたら、それに対しては、もう最低限粛々と取れる態度を取るしか方法はないのかなと。だから、例えば演説の妨害にもいろんなやつが来てますけど、それを対処できるのは警察だけなんですよね、基本的には。 現行犯逮捕とかもありますけどそんな勇気のある行動はなかなかできないですし逆にそれをしてしまうことで迷惑をかけるということもありますのでだからどこにどんな危険が潜んでいるかもわからない状態の中でやっぱり声を出していかなければいけないでその声を出すのに無責任な発言はできないしで強力なその自分の力を発揮するということも一有権者っていうのはそういうこともできないので。 お願いすることしかできないということだとまあ私は思っています。だから、まあ、これからまあ衆議院選挙に入っていくと思いますが、基本的にはですね、やっぱり自分一人で判断するというのはまずよろしくないと思います。で、いろいろ悩んだり、思い、その迷ったり、えー、そういうことになると思います。 まあ、特にあからさまにアンチがそうやって迷惑をかけてくるっていうのももう分かってることですから。だから、まあ、ちょうど1年前に増田代表が辞任するという発表があった時に皆さんの心が大きく揺れ動いたと思うんですよ。信じてたのにみたいな感じになったと思うんです。だから、そうなっても我々は賛成党を立て直させることができるかっていうのは無理だし、じゃあ自分がどうにか解決させることができるかっていうのも基本的にはもう何もできないと思います。だからそこは冷静に状況を見極めて、 で、自分はどんなことがあっても、とにかく一人でも多くの人に声をかける、それもお願いしますという声をかけるぐらいしかできないという、それをですね、ま,あ、まず今日ちょっとお話したいかなと思ったところです。まあ、ちょうどですね、2件ほどちょっとメールをいただいてて、その話をちょっと今あの対処してたんであ、これはもうちょっと今のうちにちょっと出しておきたいなと思ったんですが、基本的にはアンチがやってることは犯罪です。 もうほとんど犯罪に近いことをやっていてあるいはもう完全に犯罪レベルのことをやってたりすると。でそれを見たときに まあ、通報することはできるんですけども、まあ、特に X という管理者に通報するのは有効ですだけど党の本部に通報したりしてもそれは足手まといになる可能性も非常に高いしじゃあ自分が直接対峙するかというとそれも難しいです相手はプロだったりしますので、えー、プロに、えー、そうやって自分が対処しようと思っても、まあ、集団で寄ってかかられて、えー、攻撃受けたりという可能性もありますしあのやっぱり関わらないというのが一番大事だと思います そして自分が賛成党を信じたいという気持ちがあるはずですから強い気持ちを持っているはずですからそれを揺ら,ぐ揺らがせずにですね、自分ができることは1人でも多くの人にお願いしますという声をかけることしかないんだと、まあ、そのぐらいに考えていただいた方がいいんじゃないかなと思います。 で、まあそういう意味ではですね、私も今からまあ2週間、3週間ぐらいは受け付けたいかなと思っておりますので、あの、まあ私に DM くれるのはですね、あの、いただければなと思います。で、こういうことを言うとアンチも多分 DM をよこしてくると思うんですけど、もうそれはもう騙されても仕方ないぐらいの気持ちで対応したいと思いますので、えー、まあもちろん党の本部、支部にそれを出した方が適切だというケースも当然あると思いますけど、 まあちょっとしたことであれば、まあ、私であればですね、それなりに対応できるかなとは思いますので、えー、一応受け付けたいかなと思います。これ2年前もこういうこと言ってたんですよね、実は。<laughs> まあ動画残ってますから、まあ、興味があれば見ていただきたいと思うんですけど、今からこの3週間が非常にもう多分我々の未来を決める、えー、非常に重要な3週間になると思いますので、皆さんもくれぐれもやけを起こさずに、で、まあ、下手な、 その、なんというか、不安にならずにですね。 あの、なるべく落ち着いて冷静に自分ができることを一人一人がですね、しっかりやっていただければ、参政党の躍進が見れるんじゃないかなと、まあ私は思っておりますので、まとめますと、とにかく焦らないで、まあそれで、まあ揺らがないでほしいかなというところですね。まあ私にできることであればですね、あの、お手伝いしたいかなと思いますので、えー、まあメールいただければですね、えー、返答させていただきますよというところも合わせて、えー、一応送らせていただきます。はい、ということで、 以上にしたいと思いますそれではご視聴どうもありがとうございました